ラブカツ TV 川口学です。今日は私袖ヶ浦フォレストレースウェイ来てますけれども、こちらにあるのは GRMN ヤリス、 GR ヤリスのですね限定モデルということで、500台がですね限定で販売された車ということになります。もう購入することはできないんですけれども、こちらをですね試乗できる機会を得たということで、これからですね試乗してみたいと思います。いや、これ買った人めっちゃ羨ましい。試乗する前にざっくりと見ておきたいんですけれども、まずはカーボンのボンネットが違いますね。そしてここにモリゾサイムがまた入っております。そしてフロントのエアダムはかなり通常よりもこの先端も出てるし、サイドも入ってるタイプのものになっております。でホイールが BBS のこの単造のホイールになっているのがまたポイントですね。サイズは235の 40R18、 そして赤キャリパーにスリット入りのディスクと、タイヤが横浜のアドバン A052 というサキット用のタイヤが入っているわけですね。でブレーキも18インチのブレーキが入っていると。もともとこのボディカラーもすごくかっこいいですけれども、で後ろから見ると、はい、ここに GRMN と入って GR4 はボディ同色になっております。そしてカーボンのこのウィングがまたねすごいウィングですけれども入っていて、でボディはスポット増しが545点されているということなので、もうだから通常の GR ヤリスとは全然別物のスポット増しが入っているということですね。そしてビルシュタインの専用のサスペンション、これはまあタイヤとか重量とかに応じてですねセッティングがなされた専用のセッティングになっているということですね。そして開けますとこちらハンドルシフトノブはウルトラスウェード、さらにサイドブレーキレバーもウルトラスウェード、そしてレカロのバケットが入って5点式が装着されていて、この辺りの台座もしっかりと GRML の台座が入ってますね。そしてリアは、はい、2シーターになっていて、このようにロールケージが入っていてというようなそんな仕立てになっております。でさらにクロスギアレーションですねのトランスミッションとローファイナルギアのセットを採用しているということで、これはですねギアレーションエンジンパワーバンドを効率的に使用できるように1速から4速がクロスレーションになっていて、駆動力を最適化したローファイナルギアを組み合わせているということですね。これは耐久レースでの信頼向上のためにですね1345とファイナル、これに SNCM 材のですね採用してショット処理を施すことによってショットトルク強度と疲労強度を向上させているということです。そして545点のスポットマッシュと構造用接着剤12メーター長く使っているということなので、走りは相当違うものになっているということです。では行ってみたいと思います。20キロ軽量化されたことによってサーキットパッケージは1260キロですね。通常が1280キロだからね。なるほど。エンジンはパワーは272馬力と同じですけれども、最大トルクは390ニュートン、あとはギア比が違うんでそこでの印象がだいぶ違うということですよね。速っ。気持ちいいね。足がよく動くこと動くこと。あー、縁石乗っけてもいい足してる。スープラについていけるもん。縁
石蹴られても全然しなやかに足が動いてるんで、そこがすごいいいところ。かなり早いね、これは。相当早いですね。めちゃくちゃ気持ちいい。なんか足の動きすごいしなやかだし、遠石乗った後の動きがすっごいソフトだし、なおかつ粘りがものすごいあって、なんかね、何事も起こらんみたいな感じの、そんな印象ですね。これ早いね。めっちゃ早いでしょ。ああ、全然楽についていけるわ。しかも今俺忘れてた、これオフにすんの。これ何で走るのがいいの？トラック完全オフ。コビちゃんが追っかけてます。いや、めっちゃ速いよこれ。すげえ気持ちいい。スープラ全くついてこれず。立ち上がりのパワーがすごい。シフトミスしちゃったけど。で、今オフでトラックモードにしたんですけど、安定感がめっちゃ高いですね。やっぱクロスレシオのギアすげえな。いや、これ買った人めっちゃ羨ましい。これは欲しくなる。いやね、伸びの良さがもう天下一品ですよ、これは。いや、最高。これは今年一の良さですね。もうね、足の動きが超絶いい。これは最高しか言ってないですけれども、全てが最高です。車のなんかその動きとかそういうのがどうこうっていうよりも、もう全てが管理されてて、それがこんなに気持ちよく動くのかっていう、そんな感じで一体感高いし、あと不快な感じが全くない。遠赤乗った時の足の動きの良さがもうね、半端ないですね。そのぐらいのやっぱり良さがあって、いやー、これは参りました。素晴らしいです。そしてこれ僕も欲しいです。でも買えない、悔しい。マジかー、最高でした。いや、今走り終わりましたけれども最高ですね。めっちゃ速い。とにかく速い。足がしなやかで、こんなカリッカリの車なのにめちゃくちゃロードホールディングが良くて、理想のなんかね、
ボディの動きを持った車になっていて、後輪駆動とかだと振り回して楽しむっていう部分があると思いますけれども、それとは違う車の制御を緻密にコントロールして走る楽しさっていうのが溢れていて、もうね最高の走りを実現している一台というところで、 GR ヤリス初めて乗った時もすごいなと思ったけれども、この感動はもうさらにそれを大きく上回る走りが実現されていました。ほぼ無言でしたけれども、真剣に走りたくなるそんなですね車に仕上がっているということで、僕さっきダートを先に乗ったんですけど、ダートでも面白いなと思ったけれども、サーキットエーションはもう最高の仕上がりです。もうね本当久しぶりにめちゃくちゃ感動してる、そんな試乗でした。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口まのでした。触りづらい、何ですか、どうでしたか、追っかけてたでしょう。追っかけてました。いや、これはこれでね、面白い、よくついてくるなと思いながら、結構真剣に走りましたよ、僕の本気、ね、本気汁でした。なんか楽そうに走って、いや、めっちゃ楽。こっちは車をまあコントロールしないとダメだから、めっちゃコントロールして抑え込んで、あっちはそれを全く考えずに走れるから、で抑え込んでうまくいって気持ちいいみたいな、うん、こっちは爽快だねみたいな感じだったね、はいでしたと、ゴミさんも申しております、はい、私が前走っていて、ゴミちゃんがこっちで走って、実はですね走っていたということなので、ゴミちゃんのスープラのインカーを見ると私が前で走っているかと思います。